ご主人様。安い言葉にどうにかなる鮮血魔女じゃないでしょ。落ち着け、落ち着くのよ私。おはよう。気分はどう？三流マスターにふさわしい粗末な目覚めね。でもありがとうと言っておくわコリス。落ち着いてるわね。妙に色気もあるし涼やかだし、やっぱりしかないからかしら。ねえ、なんともないの？あなたずいぶん長いこと眠ったままで、頭痛かったりしない？いいえ、そんなのどうでもいいわ。今すぐに逃げなさい。この城はもうダメ。全部あいつのものなんだから。寝起きでわけがわからないでしょうけど、いいから逃げるのよ。逃げないと。あ、でもどこに連れて行けばいいのかしら。セイバーの領土までは遠いし、空白地帯とか。落ち着いて、落ち着きなさい私。コリスが安全かつ後腐れなくあいつから離れるためには。やら嬉しいこと、めでたいこと。狐耳がピコピコと痺れるこの感じ、我が愛しの主がお目覚めになられたと見ました。予定より早いですけど、それはそれ大丈夫、何の問題もありませんとも。おはようございます、ご主人様。天守よりの見晴らし、お楽しみいただけました？気づかれた、遅かった。さて、そこな駒使い、何をほうけておる。我が主を玉座に案内せぬか。はいはい、わかったわよ。連れて行けばいいんでしょ。連れて行けば、メイドらしく言うこと聞いてあげるわよ。それと運がなかったわねコリス。あなたを逃がしてあげる最初で最後の機会、これであっさり消し飛んだわ。よくぞ来た人間。強胆だが愚かも愚か、命知らずにも程があろう。貴様なぞこの玉座に落ちた糸くずのようなもの。わらわの機嫌一つで風神と舞う命じゃ。
まこと、あまりに切ない、拙い、味気ない。これでは、食前の酒にもならぬ。ムーンセルを制したというから、もう少し大きなものを期待していたのだがな。食べるのはこれからじゃ。その寝ぼけ眼も愛らしい。さて、取って食おうか、焼いて食おうか。わらわの辛抱もいい加減焦げがつく。っていうか、待たされた分驚かそうと一芝居を打ったのですが、なんか効果が薄いんで取りやめます。マスター、ようやくお目覚めいただけましたね。私、この日この時を一日先週の思いでお待ちしておりました。どうかご機嫌麗しく。近くば寄って目にも見よ。遠からものは音にも聞け。ここが私の千年郷。いいえ、私たちの千年郷です。夢見はいかがでしたか、ご主人様。もしや怖い夢や嫌な夢を見てしまったり。でもでも、ご安心くださいませ。ひとたびお目覚めいただいたからには不安な思いなど抱かせはしません。それがこの千年鏡の役目でございます。何があろうと変わらない不変不動なエターナル知性をご提供します。その証拠に、ほらそこの駒使い、私が何者なのか敬いながら口にしていただけます。ふん、何者かなんて見ればわかるじゃない。褒めたたえる言葉なんかないわよ。はい、困ったな、ビリビリいっちゃおうかな。よーく聞こえなかったんですけど。わかったわよ。千年鏡の支配者にして並ぶ者なき女帝、全サーヴァントの頂点に立つレガリア所有者、正真正銘のセラフの女王、サーヴァントキャスター、神明賜物前。はい、これで満足。よくできました。けれど付け加えるならもう一つ。ご主人様、お分かりですよね。私こんな風に言われてはいますけど、今も昔もあなた様のサーヴァント。あなたの可愛い良妻、あなただけのキャスター、それだけは絶対不変のジャスティスなのです。ですからこの千年鏡の王はあなた様、私はただの王妃にすぎません。イエース、もちろんそうですとも。千年過ぎても浮気なし、8000年過ぎても倦怠なし、14000年過ぎてもなおラブラブ。私たちは永遠のおしどり夫婦、魂のバカップルと断言します。そこに何の迷いがありましょう。あるはずがないのです。
まだ寝ぼけていらっしゃるようですが、長らくお休みだったのだから知って、そのあたりはおいおい解決なさるかと。ご本ことはごく単純です。私たちは聖杯戦争を勝ち抜き、そしてムーンセル中枢の部屋へ至り、ご主人様は見事セラフの王に選ばれたのです。かくいう私はその唯一のサーバントとして、王妃として立つことに相なりました。そしてに見事な手際であったと言えましょう。セラフの大半をあなた方は支配した。この千年鏡という帝国はなった、規模からすれば大帝国と呼ぶべきでしょうか。ムーンセルの王権レガリアの所有者たるあなた方はセラフ全てを支配するにふさわしい。だからこそ私はあなた方に従うと決めたのです。王と王妃よ。英霊アルキメデス、貴様の忠義わらわはことのほか満足じゃ。眠りへ落ちた王を連れて城へと至った忠義、実にあっぱれ。わらわの許しなく口を挟むとは何事か。我が主が目覚めた祝いの日でなければその舌ちぎった後に豚にでも食らわせているぞ。失礼ですがお許しいただきたい王妃。私はシステム管理者としてセラフ全土の危機を見逃すわけにはいきません。セラフの異常は続いています。王と私を襲撃した何者かの存在だけではないのです。各エリアで些細な異常が絶えず生まれています。これらの異常の調査および対処、セラフの王および王妃たるあなた方にはぜひ。まったく無粋なことを申すなと言うに、だがまあ仕方なし、それが貴様の役目ゆえな。ご本いいですか、アルキさん。我が帝国の方針はすでに決定済みなのです。まずは小生意気にも我が軍門にくだらぬサーバントどもを完膚なきまでに蹂躙するのです。まったく皇帝とは何たる戦勝、我が千年鏡に歯向かう小兵に過ぎませぬ。まずは蹂躙、叱る後に制圧。セラフの異常などしばらく放置して OK です。ご主人様、ご主人様にはご理解いただけますよね。私の方針、まずは敵をしらみつぶしにしてしまって、高校の憂いがなくなるまで蹂躙し尽くして、それが肝要、それこそ重要。私とご主人様の安寧こそが何より大切なんですから。ご理解いただけると思ってました、ご主人様。もしもお前は間違ってるだなんて言われたら、私自分を許せぬ悲しみのあまり、アルキメデスをそれはもうひどい拷問にかけてから、ご主人様ごと自らを牢獄に閉じ込めて涙枯れるまでよよよと泣き伏せるところでした。はあ、私への処罰は余計ですよね。余分よね。こんな不愛想な男を拷問にかけても楽しくないし。
分かりにくいと察しましたので説明しましょう。つまりキャスター王妃はあなたが賛成しようが反対しようが自分の方針は変えないと言っているのですよ。いやん、アルキさんたらあけすけん。そういうのは歯に絹かけてこう混ぜご飯を油揚げで包むように言わないと殺しちゃうぞ。はいはい、そこまでそこまで。のろけならあの悪趣味な部屋でやりなさいよ。アルキメデスの話まだ終わってないんですけど、お妃様。エリザベートの言う通りです。我が命を賭して申し上げる王妃。これまでは王は眠っていましたが今は違うのです。であればこそ私は語らねばならない。ムーンセル中枢にて王を狙った敵は存在する。セラフ各地の些細な異常と重ねて考えれば現在のセラフは危機的状況にある。そう結論付けるのが正当であり、王と王妃にはこの状況の打破をこそ講じていただきたく。アルキメデス貴様、むむむ、ご主人様がそうおっしゃるのなら私も矛を収めましょう。ようございます。仮にセラフそのものに未曾有の危機が迫っているといたしましょう。でもそれが何だというのでしょう。そんなもののために限られた時間を無駄に費やせと。私はただご主人様と仲睦まじく暮らしたいのです。それだけで良いのです。他に欲しいものなんて。ふっ、おへそでティー沸きまくりね。そんなはずないじゃない。強欲、独占、快楽優先があんたでしょ。一つ幸せが手に入れば次の幸せも欲しくなる。それが女ってもんじゃないの。っていうかあんたの本性はもともと。はい、そこ天罰てきめん。ビリビリする。こっこん、腰を折られてしまいましたねご主人様。そう、私はあなた様と仲睦まじく暮らしたい。それも怪しくも楽しい高級的な大ハイライフを。国をすべ民草の貢ぎ物を受け、酒を持って池となし、肉をかけて林となし、めくるめく刺激的な生活を。これが私の望み、私の願い。千年の都で果たされることすべて。正直な話、セラフに住む生命体がどうなろうと私にはどうでもよいことなのです。まだビリビリする。いきなり本音吐いたわねこの哺乳瓶。見たでしょ、これがこいつの本性よ。ドン引きよね、ドン引きでしょ。この際だからはっきり言ってやればいい。二十歳超えの豊島とは契約解除ゲーム。そうですか、あなたがそう言うのならこれは止める術がありませんね。
懲りない人ですね。泊まる気なんて鼻からないと何度も言っているでしょうに。ま、それもこれにて落着ですが、それではご主人様、王の務めを果たしに参りましょう。実はですね、タイムリーなことに我が居城に忍び込んだ不埒なクセ者が約一匹、いい機会なので祝杯代わりに懲らしめてやるとしましょう。侵入者、もしやそれは皇帝の手の者？アサシンでしょうね。施設侵入は彼らの得意分野です。この城の防犯はザルですから。失礼、驚かせてしまいました。キャスター、あなたのマスターですが、自己紹介をしてよいでしょうか？いいえ、それには及びません。ご主人様、今天井からくの一のようにシュタッと現れたのはライダーのメドゥーサさん。ソロサーヴァントとして暴れていた方ですが、ちょちょいとお茶に誘って一昼夜お話ししたら意気投合と申しましょうか。今では持ち前の素早さを生かして諜報活動に専念してもらっているのです。いえ、暴れていたわけではないのですが。まあ争いに参加するのは不本意ですが、レガリアには逆らえませんので、今後ともよろしくお願いします。かあ、相変わらず陰気な方ですね。まあ美人であることをひけらかすよりはいいですけど。ん？メドゥーサさんがいるということは、もしかして呂布さんもこちらに？はい、ランサーと共にそろそろ到着する頃合いですね。いえ、マスター、この城に集いキャスターを仮初めの主君と認めたサーヴァントは4機、うち1人は私であり、そちらのランサーも含まれます。失礼、邪魔をする。マスターが目覚めたと聞いてな。遅ればせながら挨拶に参上した。もう次から次へと世話しない。侵入者を放って王の尊厳を廃止に来るとは、皆さん危機感が足りないようですね。ですが、これも良い機会、前向きシンキングいたしましょう。ご紹介しますね、ご主人様。これなるは我が配下なる一騎当選の強者たち、精鋭揃いのソロサーヴァントにございます。まあ若干一名、戦闘では使えない、トイレ掃除もできない、料理も下手な極つぶしがいるんですけど。できるわよ、戦闘も掃除も料理も。っていうか、私を戦場に出させないのはあんたの采配じゃない。はいはい、さっきからキャンキャンうるさいのがラン。いいえ、あざといパジャマメーデンです。次なるはバーサーカー。ええ、そうですとも、月の聖杯戦争では好き放題に暴れ回った生きる城塞、宝典画劇を携えし剛力無双の恐竜。ミコーン、元気いっぱいの反応頼もしいんですけど、驚きますね。あのですね、呂布さん、いきなり叫ぶのはやめてくださいます。忠誠を示してくれるのは嬉しいんですけど。はいはい、ストップ、もう結構です。ああ、ご主人様も驚かれたと思いますが、これがバーサーカークラスの特徴です。理性なき強戦士ですが、その実力は折り紙付き、なおかつ神明呂布宝泉ともなれば、それはもう私のスカウトなど滋賀にもかけぬと思いましたが、これこのようにあっさり帝国の将軍を引き受けてくださったのです。
ちどきありがとうございます。ダメ元でスカウトした甲斐がありました。リョフさんといえば、私がガードに徹しても一撃で瀕死にしてくれた玉も殺しの代名詞ですが、過去のことは水に流しましょう。リョフさんこそ真の忠義者です。玉も過去の経験からそういうの分かっちゃう。お次は先ほども紹介したくのいちライダーメドゥーサさん、自己アピールがありましたら遠慮なくどうぞ。あ、でもご主人様に色目とか使ったら殺しちゃうぞ。私からは何もですが、そうですね、セラフの混乱が続くのは問題でしょう。一刻も早く誰かに収めていただくのが効率的です。その点、あなたのような人物がキャスターの主人であるというのは喜ばしい。予想以上に。いえ、何かあればいつでも私を頼ってください。私のクラスはライダー、そして神名はメドゥーサ。あなたの王妃と同じ悪をなす繁栄雄であるものです。悪の下りは余計です。まあ事実ですから否定はしませんけど。かっふん、そんなことよりオーラスです。ご主人様、どうぞご覧くださいませ。我が配下4機最後の一機。クラスはランサー。懐かしきインドの城庫にてその人ありと歌われし太陽の英雄、その名も高きカルナさんです。なんとカルナさんなのです。もう一度言いますよ、カルナさんなのです。これほどの大英雄が加わった帝国がかつてあっただろうか。いや、ない。まさに我が軍の大黒柱カルナさんはですね、ムーンセルによって召喚された後、私の熱い説得を受けて心よく加わってくださったのです。同じ太陽属性、忠義属性のよしみと言いますか、私のあふれる魅力がそうさせると言いますか。はい、あ、ご心配なく、私はご主人様一筋ですから。 AI 仕掛けとは訳が違いますよ。これぞ我が四機、我が軍団の力。彼らの力も当然ながら用いまして、それでは改めて、我らが愛の巣、もとい王城に紛れ込んだくせ者一匹プチッと潰して始末して、お散歩がてら、お掃除がてら、痕跡さえきれいに拭い去ってしまいましょう。